最近さ、第一ボタン閉めてると顔がでかく見えますよって言われるんだけど、開いてるとなんかパジャマ感すごくない？こんにちは、佐田ヒロです。僕1994年生まれの24歳なんですけれども、今回は僕ら20代前半が懐かしいってなるものを集めてみました。なので今見てくれてる中高生のみんなとかはあんまりね、これ何っていう感じだと思うんですけど、僕らがちっちゃかった頃はこれが流行ってたんだよっていうのをね、こうなんか楽しみつつ見ていただければと思います。で、僕らと同じ今20代前半、24、25、26ぐらいまでかな、多分共感できると思うんですけれども、いろんな懐かしいものを集めてみたので、どうぞご覧ください。はい、まずこちらでございます。ゲームボーイアドバンス SP これめっちゃ懐かしくない？同年代が懐かしい、懐かしいなと思うもの何かないかなと思っていろいろ調べたら、これが出てきた時はうわ懐かしい、持ってたっていうね、このなんていうかな、うーっていう感情にね、心が満たされました。それまでなんか携帯ゲーム機って電池を入れてやるものだったんだよ。ゲームボーイとかゲームボーイアドバンスっていうのは裏側に単三の乾電池を詰めてこうやってゲームしてたんだけど、このゲームボーイアドバンス SP から充電式になるっていうね、もう画期的な発明がされたわけ。今もう DS とかさ、当たり前じゃん充電式なんて。 PS ビータとかね、まあスイッチだってさ、携帯ゲーム機みたいな感じの扱いになってきてますけど、もうそれが画期的だったのが一番最初がこれ、ゲームボーイアドバンス SP。 別にゲームボーイアドバンスとできるソフトとか変わんないんだよ。ただ2つ折りになって充電式になったっていうだけなんだけど、それだけなんだけど、もう僕らにとっては画期的でした。電池いらねえのかよ、神かっていう感じだったね。はい、お次こちら。チチ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 チでおなじみチーズ精神でございます。わかんないでしょ、これ絶対知らない人多いと思うんだ。これ何かっていうと、あのカップヌードルの CM、チーズインカレーかな、確か。今も普通に販売してるカップヌードルがあると思うんですけど、それが初めて出た時に、このチーズ星人っていうのがカップヌードルカレーにチチ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 って言いながらチーズを投入するとチーズカレーの味になるっていう、そういうね CM があったんだけど、僕らその当時小学生だったんですけども、めっちゃ学校でチチチチってやってたからね、すごい流行ってたこれ。はい、お次こちらでございます。フルフルシェイカー、ファンタのフルフルシェイカーですね。これ最近リメイクされたよね。僕らが小学校6年生とか中1ぐらいの時だったかな、フルフルシェイカーって、ファンタフルフルシェイカー新登場つって、そのファンタのゼリータイプのドリンクが発売されたんですけど、それからね 2,3 年ぐらい経ってなくなったんだよね。一回なくなって、で高校生とか大学生の時には見なかった気がする。だから大学生の終わりぐらい、第4とか去年ぐらいになってから久々にスーパーとかにフルフルシェイカーが置いてあるのを見て、うわこれ懐かしいなぁ、中学校に飲みながら行って怒られてたやついたなぁみたいなね、そういうなんか懐かしい思い出がね復活したなっていう感じのやつがこちらでございます。こっからちょっとねおもちゃチックになってくるので、皆さんあーこれ持ってたなぁ、やってたなぁってやつ多いかと思います。まずこちら、じゃじゃん、ピコこれ超懐かしくない？これ絶対わかんないよね、今の小学生とかさ中学生。もうこれは懐かしいですよ。でこれ何かと言いますと、簡単に言えばゲームなんですよ、ゲーム。で何のゲームかっていうと、知育用のゲームなのね。だから幼稚園生とか小学校低学年の子供たちが勉強のためにやるゲームみたいな。すごい面白かったところが、ソフトがディスクとかじゃなくてなんかねノートみたいなやつなの。そのノートみたいなやつを専用の台にセットして、ページをめくると場面が変わっていって、そこをタッチするとそのなんていうの、キャラクターがリアクションを取ったりするっていうね、そういう変わったゲームだったんですけど、すごいこれだけ記憶にあるんだけど、ちびまる子ちゃんのね、そのピコがあったの。ピコのソフトでちびまる子ちゃんのやつがあって、それでそのお茶の間にいるちびまる子ちゃん一家のお父さんを触るとおならをするっていう、なんかそのそのシーンだけがすごいねこう頭の中に焼き付いてるんですけど、そういう感じのチーク用のピコっていうゲームがあって、今多分新しいの出てるでしょ、もっと液晶になってる綺麗なやつがあると思うんですけど、このピコはテレビに繋がないとできないやつでしたね。はい、お次こちら、じゃじゃん、隣の増田くん。なんかあれ見たことあるなって感じだね。俺もそのレベルなんだよ。俺もそのレベルで学
校の図書室にあったけど中身全然覚えてないみたいな謎の絵本なのね。謎の絵本なの。この線から出てきたら仏像みたいなのが表紙に書いてあると思うんですけど、それはねなんかすごい記憶があるんだけど、それ以上の中身について全く覚えてないんだよね。でもこのなんか恐竜と女の子が隣同士で座ってる表紙と、線から出てきたらぶっ飛ばすぞっていう傲慢な感じがすごい記憶の中にあるんだけど、内容は全くわかりません。そしてお次こちら、じゃじゃん、たらこたらこたっぷりたらこ。これはこれでも知ってる人いるかな、結構多いと思うんですけど、着ぐるみっていうね、なんか小学生か中学生かわかんないんだけど、女の子二人組のたらこのキャップみたいな、じゃたらこの被り物かぶった女の子二人がこうたらこたらこって踊ってたんだけど、キューピーのたらこスパゲッティの CM で流れてて、その曲が中毒性があるみたいな感じで社会現象になった曲なんですけど、知ってんのかな、たらこ知らないのかな、たらこ知ってる、みんな教えて、どれ知ってた、コメント欄で教えてくれ。もう年齢と性別となんかそれ相談コーナーみたいになっちゃうな、18歳女性ですみたいな、私は彼氏がどうのこうのみたいな感じになっちゃいますけど、例えばなんか24歳男性、めちゃくちゃ知ってます、全部知ってます、分かりみが深いですみたいな、佐藤くんありがとうございます、神ですみたいなこと書いていただいても結構ですけれども、知ってるか知らないかみたいなのをちょっと書いていただけると嬉しいかなと思います。お次こちらでございます、じゃん、ムシキング&ラブ&ベリー。これもね社会現象でしたよ。僕はやってなかったんですけど、近所のスーパーとかね、デパートとか、まあイトーヨーカドーとかイオンとかね、そういうところに行くと必ずこう端末が設置されてて、お店に行って遊ぶタイプのゲームだったんですけど、これなんかカードをセットしてカブトムシとクワガタを戦わせたり、ラブ&ベリーは確かおしゃれだよね、着せ替えみたいな、着せ替えでなんかリズムバトルとかダンスバトルみたいな、俺やったことないからあまりよく分かってないんだけど、そんな感じの虫キングっていうのとラブ&ベリーっていうのが店頭設置ゲームみたいな感じですっごい爆発的に流行ったの。うちの近くの声優にもあったからね、スーパーにもかかわらずパン屋さんの横に虫キングとラブ&ベリー置いてあって、すっごい小学生が長蛇の列作ってましたからね。まあところどころ大きいお友達も何人かいたりとかして、それぐらい大人でもハマってたようなすごい社会現象になったゲーム。そしてラストこちら、ババン、ドラクエバトエン。これは持ってたあのね、鉛筆って六角形じゃん、六角形とか五角形だと思うんだけど、その六角形とかのこの面ごとに攻撃とか呪文とか書いてあって、それをこう転がすんだよね。で鉛筆転がしの要領で転がして、一番上になった面の技とか呪文とかを発動できるっていう。でその各鉛筆ごとに HP とか防御力とか攻撃力とかが決まってて、それを削り切った人が勝ちっていうねルールなんですけど、普通の鉛筆として使おうと思って鉛筆削りに入れちゃうと文字の部分が欠けるから戦えないっていう、鉛筆なんだけど使えない鉛筆っていうのがあった。バトル鉛筆、ドラクエバトエンって言ってすごい流行ってましたね。はい、ということで今回ですね、僕らの年代は1994年とか5年6年またまた25、26歳ぐらいの人たちが懐かしいなと思うものを集めてみました。でもこれあれかな、女の子はあんまり共感できないのかな、わかんないけど、でも確か男子がそんなのやってたなぐらいに思ってくれたらいいかなと思います。学校にあるものの値段を調べる動画とか、ゲームセンターのゲーム機の値段を調べた動画とか概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも気になった方はチェックしてみてください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。